ははい皆さんこんこにちは村長です今日はですね皆さんに耳の健康チェックをしてもらおうと思って、えー、この音声ファイルを作りました。まず最初にですね、えー、お友達の亀岡さんのですね楽曲が流れますのでそれに合わせて、えー、っとちょうどいつも聞いてるような音で、えー、ボリュームを 合わせてみてくださいこれがですね一般的に言うゼロデシベルという大きさの標準的な音の大きさで聞こえますそれからですね次々とどこまで聞こえるかっていうのを試してみてよかったら僕のこの記事のところにでも自分は 何番まで聞こえたみたいなのをね書い、えー、ていただいたりしたらいいんではないかなと思われますのでよろしくお願いしたいと思います「人は悲しいね我先にと走る」「前をただひたすら前だけ追いながら」 はい、それでは1番目。マイナス30デシベルの音です。はい、次は2番目です。マイナス40デシベルの音です。はい、次は。 三番目、マイナス五十デシベルの音です。はい、次は四番目です。そろそろ聞こえにくくなってくる頃だと思いますが。次はマイナス六十デシベルの音です。 はい、次はラストです。マイナス七十デシベルの音です。五番目です。はい、皆さんどうでしたでしょうか。僕はまだ、えー、この下のマイナス八十五デシベルぐらいまでだったら。 基本的にはあ聞こえました、えー、皆さんもですね、えー、音楽をやっていく上で、えー、あまり大きくヘッドホンのボリュームを上げすぎたりしないようにして、えー、耳の健康にも気をつけてください。今日は、えー、耳のテストをするための音声ファイルを作成いたしました。 村長でした。